ヘッドバンガーズクラブを聴きの皆さん、こんばんは。醤油とナンプラーの消費量が大体一緒ぐらいです。アウトレジのタングシネです。まあね、自分のね、自炊してるんだけど、醤油使う量とナンプラーの使う量と、まあ同じぐらいということでね、まあ要は何でもナンプラーを使ってしまうということです。たったそんなぐらいのことです。すいません。さて、 FMH も生まれ変わりました。4月になってからアット FM になったそうです。それでアット FM から初放送いきまーす。そして母さん、ラーさん、スタジオにいません。どこ行っちゃった。メルワルがいない。もしもーし、どこ行っちゃったの。今日は、丹下深夜一人で、放送になるのかな。もしもーし。もしもーし。あ、母さん、ラーさんですか。丹下さんではないですか。今どこにいるの。なぜにスタジオ、なぜにスタジオにいない。ね、なぜにスタジオにいない。な、はい、なぜかと言いますとですね、我々今車で公園でネタを探しております。お、それはあれかい、あのテスト落第したやつの罰ゲーム。そうですね、竹さんからの罰ゲームですよ。いた、結局出会えた、はい、メタラに出会いましたよ。すごい、結構いました。メタラいる。います、います。でもあの、はい、インジオブザデイズの、はい、まあ、ピタさんに出会いました、たまたま。すごいね。ちょっとね、今日ね、その罰ゲームプラス指令があります。指令が何ですか。はい、指令1、はい、そのメタラーさんからですね、メタルの曲のリクエストをもらってください。メタルの曲のリクエストをもらう、はいはい、そして指令2、そのメタラーさんとメタルポーズで一緒に写真を撮ってきてください、はい、この2つが、ミッションです。わかりました。はい、お願いします。そんで、ね、頑張りたいと思います。はい、あの番組終わるまでにもう一回こっち戻ってきてね。はい、はい、待てて、待て、電話します。さあ、こんな感じで今週は、丹下深夜一人で、スタジオから放送になりますね。はい、頑張ります。というわけで、今夜は開催まで1ヶ月に迫りましたラウドアウトフェスト特集、先日ですね、都内某所で行われた取材デーで、ちゃんとこの番組用の対談を収録してきました。その模様の前半パートをお届けします。そして今夜の1曲目、非常に面白い曲です。さあ、ぜひ聴いてください。ランディ・ローズトリビュートでクレジットレイン。
深夜のメタル専門ラジオ番組ヘッドバンガーズクラブ、先月発売されたランディ・ローズの最強トリビュートアルバムからの1曲です、クレジートレインですね、メンバーがボーカルにシステムオーバーダウンのサージン・タンキアン、ギターがレイジ・アゲンスト・マシンのトム・モレロ、ベースが、クワイエット・ライオット、オジオズボンのバンドのウディ・サード、そしてドラムは、ビニー・アピスですね、まあ、ある意味もうスーパーバンドのような、組み合わせですけども、これね、このアルバム他にもジョージ・リンチとかブラッド・ギルスとかアレクシ・ライオットとか、リッパー・オーエンス、テスタメントのチャック・ビリーとかね、有名どころがいっぱい入っております。クワイエット・ライオット時代、オジー時代の楽曲を豪華アーティストがカバーしたアルバム、数あるトリビュートアルバムの中でも最強と歌われている今回の作品、要注目の一枚、ぜひゲットしてください。もしもしおーい、どんな感じですか今？なんか絡まれてます。どうなってんの？はい、ダンケさん、はい、メール返されてないという方が。お疲れ様です、通り物の三浦です。あー、三浦くん、花見やってるの？三浦くんは花見会をして盛り上がってる。盛り上がってます。ピアノワーバーになってますが、あの、ダンケさんの大ファンで、うん、タキさんと飲みたいって話をしてて。おー、はい、もしもし。あ、もしもし。さっぱり喋ってるかわからん。とにかく盛り上がってるけどね。偉いことなってる。そう、メロアールの2人。はい、あのね、そっちでね、メタルコントもやってきて。あ、メタルコントも。うん、で、それを収録してきてください。はい、ありがとうございます。はい、指令がね、あの、指令クリアするまで帰ってきてダメだよ。はい、はい、じゃあ引き続きよろしく。ここでスーパーギターショップビッグボス名古屋からのお知らせです。ビッグボス名古屋ではギター各種を豊富に取り揃えています。初心者の方からプロ志向の方まで、名古屋大須赤門交差点東側、皆様のご来店お待ちしております。株式会社ユーリムズは、お客様の幅広いニーズにお応えするため、他社にはない真の意味での危機管理安全対策を構築します。常に最良の方向性、最新のスタイル、最大の安心を提供していく警備会社、それが株式会社ユーリムズです。以上、ユーリムズからのお知らせでした。ヘッドバンガーズクラブアット FM、 深夜のヘビメタ専門番組ヘッドバンガーズクラブは、ここからラウダウトフェスト2015特集です。5月2日土曜日、新木場スタジオコーストで行われるライブの前に、番組で総力を挙げて特集していきます。先日都内某所で行われた取材デーで、この番組用の収録をしてきました。丹下信也、阿部陽介さん、そしてラウドネスから高崎明さん、山下正義さん、4社対談ということで、どのような内容になってるか乞うご期待。2週にわたってお届けいたします。今日は前半の模様です。それではどうぞ。 FM 愛知初深夜のヘビーメタル番組ヘッドバンガーズクラブ、ここからは、開催1ヶ月と切りましたラウダートフェスト2015スペシャル対談と題して、私丹下信也とを、ラウドネスから、高崎さんと山下さんにお越し、いただきました。そしてアウトレイズからも阿部陽介に来ております。よろしくお願いします。よろしくです。アウトラウドフェス2015、この番組の中で、スペシャルということで、やらさせていただきますけれども、今日は対談として、皆さんに来ていただきました。はい、はい、はい。この番組はですね、以前、新原さんにも来ていただいたことがありまして、リスナーの方から新原さんの声と自分の声があまりにもハスキーで、うん、2人とも何言ってるか全く分かんないっていうそういうあの、メールが来ました。ちょっと似た感じだよね、その声質が。ありがたいな。あの、僕実はこれ生まれつきなんですよ。生まれつきなんです。お母さん同じ声なんですよ。マジで、はい。よくあのバンドやってますって言うと、あの、知らない人にまずボーカルですかって言われて、いや違います、
でドラムです。でえドラムですか、次はあ酒焼けですかそうでもない、本当に生まれつきなんです。今歌歌ったら結構いやよかった、それが音痴なんです。あそうなんです、ね、うちのもあれやけど、あ、ちゃう何を言っとるの、あのデモテープとか自分で歌ってあの作ったりするんですけど、うん、ちょっと音痴すぎて人には聞かせられない。あ、うん、私もそうですけどね、すいません、うちのも、はい、うちのも、はい、山下正義もね、そうそうそう、たまにね曲作っててね、あのメロディー自分で録音してて後で聞いて、なんやこのメロディー分かれへん時が過去にありましたけど、ね、すごいサイケなメロディーを歌うんですよね。サイケですか、それはあの自分では最近歌ってないですけども、ちょっと最近になってるっていう、まあまあ、それはさておきまして、アウトラウドフェス2015なんですけども、はい、自分にとっては、もう憧れのラオフェスですね、あの、2人ともご存知じゃないと思いますけども、実はラオフェスが初めてラマに行ったときに、はい、私は北海道に行きました、2人とも、コンサート、新幹線、新幹線、新幹線、名古屋の新幹線。その時は多分東京に戻られるのか大阪に戻られるのかちょっと分からないですけど、東京ですね、タクシーで新幹線の駅まであの行かれたところタクシーについて後ろで入場券覚えてるマンのいや覚えてないよ覚えてないで入場券だけ買って、うん、で入って行って待合室のところで座ってる皆さんに、うん、すいませんサインくださいって。でもその頃も阿部君本なら合ってんねん。そう、それが舞台なんですよ。それぐらいあの、まあ、ファンからスタートしてるところなんですけど、こうやって今回一緒にやらさせていただくので、ちょっともうやる前から緊張しますね。もう緊張しますよ、すでに。でね、そんなことないやろ、うん、いや、まあ、でもそれぐらいの自分たちにとっては、例えばアイアンメイデンとかサクソンとか、うん、そういうバンドが海外から出るじゃないですか、はい、その当時に普通に一緒に聴いてて、はい、わーみたいな、アイアンメイデン来たすげー、ラウデネス来たすげーみたいな、サクソン来たすげーみたいな、そういう時代だったんですよ。それは光栄です、ありがとうございます。宇宙船地球号から、まあ、もう一個言うとね、レイジーから、レイジーの歌詞を俺はあの生徒手帳に書いてたんです。マジかい、ほんまかい、歌詞あのフランダーのドリーマンね、ドリーマンね、下敷きに高崎さんの写真入ってたね。マジで、マジで、もっと早く言うてくれないからだいぶね、あの名もんできたんで、会話ね、まあお互いの、バンドはね、ものすごい、まあ、ラジオスの結成何年になりますか。34年になりましたね、うん、アウトレイジがもう結成して30年弱だったんですね。だったか、うん、82、83年ぐらい、83年ね、3年もうなおだその2年違うだけや、うん、デビューは自分たちはずっと遅いですから、うん、はい、一度も解散したことないもんね。そうなんです、ラウデネスも、うん、アウトレイジもいいのか悪いのか知らない素晴らしいでも日本のバンドの中に一度も解散したこと、まあ、日本のヘビーメーカーに限って、うん、どれだけいるかというともうほとんどそうね、おらんもんね、いないですね、うんうん、大体1回2回解散してまた集まってくるっていう、はい、うん、そうじゃないもんね、うんうんうん、まあ今そうそ、なんかそのコツとかなんか、いやそれは逆に言ったりとかコツはどうでした？そのでも多分名古屋在住っていうのもそれが大きい、ちょっと緊張感が薄いっていうのが薄いですね、やっぱその名古屋に住んで地元ってこともあって、うん、違う時間が流れてる、地元をね愛して地元に住んでる、うんうん、俺と一緒や。そう、あのラグルスも80年代がもし大阪やったらどうやってやろうなってちょっと思うけどねもっとなんかコテコテなバンドなんじゃないか、ゆかなみたいなのなんか多分もうブルースロックのね、もう飲まなくてやらんことだからな。まあまあ、なんか東京に出てきたのは、まあね、音楽業界とか東京があれやったのは、うん、みんな東京、まあ大阪の人はどうやってやろうなってちょっと思うけどね。Oh,
マー君も西山も俺とか樋口さんがね東京に連れて行ったみたいな感じだけど、うん、連れて行った2人が関西戻ってますからね、戻ってますからもね、あれだったけど、俺たちがね、やっぱり一度東京にあのみんなでデビューするときに来てアパートに住ん で、うん、で活動しないかって言われたんですけど、はい、うん、ちょっとそのメンバー4人で1個のアパートに住むのは無理だよね、うん、きついね、それきついよね、うん、なんか東京は合わなさそうやもんね、合わないかな、どうだろう、そんなことないじゃん、うん、まああのやっぱ 地元がない、いいね名古屋はね、いいね、うん、どんな食べ物が好きなの名古屋の、名古屋だ、名古屋飯とか言うじゃないですか最近、うんうんうん、あんまり世間一般で紹介されてる、うん、味噌煮込みうどんでやったり、まあ、食うは食いますけど、うん、やっぱ俺がじゃあソウルフード何かって聞かれたらスガキ屋っていうラーメンのチェーン店があるんですけど、うん、うどんじゃないスガキ屋は、あのスガキ屋はその即席とかのものなんですけど、うんうん、そのお店があって、うん、それはあのそっちが多分元だと思うんですね、うんうん、であの高校の帰りに、うんうん、あのソフトクリームとラーメン食うみたいな、そういうファストフードみたいな、あそれやっぱ名古屋人はスガキ屋ね、スガキ屋、スガキ屋は大阪でも有名だよね、うどんやんな、どっちかやったら、うん、関西のうどんって感じの認識が多い、あんまきはどうなの、あんまきあんまきは厳密で言うと知立市っていうところなんですけど、あれもでも子供の頃結構食いました、お土産とか、あのうまいな、オーダーで美味しい、うん、この間あの名古屋のサウナであの鉄板ミートスパゲティの、はい、食べてみたんやけど、なんか卵こうみたいな、はい、あれも、はい、あれも結構いけるね、はい、鉄板は普通にスパは鉄板に乗ってくるもんだと思ってますからね、あ、うん、まあ大阪も三ツ矢はそうだよね昔からね、昔からそうだよね、大阪だとそういうソウルフードみたいなのは、大阪ソウルフードはやっぱりたこ焼きとか、たこ焼きとか、うどんやね、やっぱり、あ、うどん、うん、うどんは大阪はあれですね、あの薄味の出汁がきつくね、甘いきつねとね、はい、緑のネギ入ったってね、はい、うん、関東最初に東京行ってうどん来たらショック受けたのね、びっくりしたよね、違った違った、名古屋は行って関西寄りなんですね、薄味ね、はい、うんうん、真っ黒、真っ黒でこれうどんとかですね、そばもそうだね、あ、そば甘い、あ、甘い、うん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 、だって音楽的な話はまずいんですけど、まあまあ、でもそういう番組、あの、ね、実は食べ物大事だね、緩、はい、うん、番組で、あの番組の中であの音楽一応紹介するんですけど、うん、まあ、あのくだらんこと、例えばホワイトデーは、メタルっぽいかメタルっぽくないかとか、そんなようなことを語ってたり、はい、あの結構緩い番組で、ね、全然このトークで OK なんですけども、ちょっと一応書いてあることを多少はこう、やらせてみて、
ウアアウトフェスト2015、特集のですね前半いかがだったでしょうか、後半もねまた、お願いしたいと思います。あれメロアルの2人遅いな、もうそろそろ来る、来ないのかな、来た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 、お疲れ様、ただいまです、帰ってきました。え、盛り上がってた鶴舞公園は。いや、えらいことになってました。おすっごいっす、ごっちゃごちゃです、ごちゃごちゃ、もう酔っ払いしかいない、めんどくさい。ほら、めんどくさいじゃないの、まあ、それは酔っ払いしかいないよ、絡まれまくりましたよ、よかったですよ。そしてメタラは、メタラはですね、バッチリ、はい、バッチリです、バッチリ見つけてきましたよ。じゃあそれはね、来週オンエアということで、ね、お楽しみということで、はい、あー、言い忘れました、ラウドアウトフェスト2015 5月2日土曜日東京新木場スタジオコース、出演はラウドネス、そして自分たちアウトレジ、ゲストにサッズ、オープニングゲストにはハーネムインブラッド、皆さん5月2日は新木場に来てください、大集合です。チケットは現在販売中、言えない、お問い合わせは各お願いまでどうぞ。今日はね俺一人でずっとやってて、そうですよね、もうそんな一人でうまくいくわけがない。ちょっと二人帰ってきて安心しました、嬉しい、安心しました、ありがとうございます。メタルコントは、メタルコントやってきました、やりみた、今日は、あ、今日の放送、今日の放送、今日の放送ですか、メタルコントやりますか、やります、よし、ちょっと待ってくださいね、はい、わ、はい、かりました、よし、じゃあやってください、どっちがどっちだ、はい、メタルコント卒業式、卒業生の言葉、卒業、卒業、僕たち、私たちはこのメタル小学校を卒業します。振り返るとたくさんの思い出が溢れてきます。血まみれになって首を取り合った騎馬戦、生徒が半分に減りました。バンドを組みドラムを回転させた文化祭の有志発表、学校の経費が半分に減りました。火だるまになって踊ったファイヤーダンス、皮膚がなくなりました。中学校へ行ってもこの思い出は一生忘れません。感謝の気持ちを込めて歌います、マイケルシェンカーのサンキュー、どうもありがとうございました。疲れちゃった、疲れちゃった。さあもうエンディングです、はい、はい、エンディング、はい、じゃあ皆さんリクエストを受け付けております、メタルアット fma.co.jp までぜひ送ってください。それではラストの1曲、今夜の単元版です。今夜の単元版は、エンフォーサーのデストロイヤーです。ここまでのワイキャーアウトレジオ単元シアト、番組アシスタントメラルの母さんこと綾香とラさんことアースラでした。お楽しみに、また来週、また来週、はいはい。めっちゃ走りました、めっちゃめっちゃすごかったです、暑い、すごかったですよ、本当に声めっちゃ張ったマジで。最高峰ボズスキャッグス、2年ぶりの来日公演決定。洗練された楽曲、その甘い歌声に酔いしれるボズスキャッグス、6月15日月曜、名古屋市公会堂。
チケットは各プレイガイドで発売中。お問い合わせはコンサート事務局 052-241-8118 まで。藤岡弘、ジャロになる。私は今電話を待っている。この電話には広告に対するご意見が寄せられるのだ。そして私はそれを広告主に伝え、より良い広告になるよう。お電話は 052-221-5337、 日本広告審査機構。ジャロー、明日を始めましょう。三沢ホーム、2時です。